この動画ではカスタマイズバチューディープのオッズモード、結果モードと iPad 連携機能の使い方についてご説明します。まずはオッズです。こちらは基本的にレース前日の20時から表示されます。最初にボタンで掛け式を選んでください。単勝・複勝は単勝の人気順で並んでいますが、ここを押すと馬番順に並び替わります。3連複ではまず軸馬を選んでください。3連単では1着馬を選んでください。次に結果モード、ここではレース終了後10分程度で速報結果と払い戻しが、さらにその後2分ほどで詳細結果やラップタイムなども表示されます。そしてレース当日の夜にはレース後コメントも追加されます。レース後コメントの全文はディープの有料サービスを購入された方のみ見られます。各行の右端にある矢印を押すと詳しい情報が表示されます。ここを押すと全着順が、さらにここを押すと全馬の詳しい情報が表示されます。最後に iPad 連携機能です。 iPad モードを選択すると別ページが開きます。規約を確認し「はい」を押すと各種番号の入力画面に移ります。加入者番号などを入れてここを押すと投票内容を入力する画面へ移ります。 JRA の投票画面と同じ要領で買い目や金額を入力し「馬券を購入」を押してください。すると iPad の合計金額入力画面が開くので合計金額を入れて投票を押してください。最終的に投票結果画面に移り馬券購入が完了したことを必ずお確かめください。ご視聴ありがとうございました。